こんばんは。こんにちは。今日は、今年の3月3日にリリースをしたドリームシアターミュージックフューチャリングリブロドリームフューチャドリームシアターミュージックフューチャリングリブロのトラックの解説をしていきたいと思います。まずね、最初に流すのが去年の2019年11月6日に作ったデモですね。全然違う曲なんですけど、全然違う曲みたいな感じになってて、まあ、ネタのコード感とかは同じなんですけど、本当になんかアイディア程度のスケッチのビートになってます。なんかいろいろドラムブレイクとかいろいろ重ねていつも作ってます。このボーカルチョップ Love and War ってやつは完成版の方でもそのまま使ってます。このストリングスも完成版では使ってますね。上ネタが、これはアーケードっていうプラグインの中に入っているサンプリング用のネタみたいなやつを使ってます。ベースも EQ で、これ何 EQ でベースだけにして重ねてベースみたいにして使ってますね。ちょっと昔すぎて どんな感じにやってたのか全然思い出せないですけど、こんな感じです。デモバージョン、今から開くのが、まあ、完成に近いバージョンというか、ミックスはボーカルのミックスとかはしてないんですけど、アレンジはもう完成しているやつを開きます。はい、こちらがドリームシアターミュージックのセッションファイルです。レコーディングしたボーカルのデータもここに入ってます。2021年4月14日のデータですね。もう本当だから1年前、完成したのは実は1年前の曲なんです。ちょっと一回ボーカルは消して、こんな感じになってます。まずはじゃあドラムから聴いていきたいと思います。まあ、大体いつもドラムラックのミディで打ち込んでいくんですけど、この曲はなぜかオーディオで貼り付けていて、まあ、その時なんかそういう風にやるのが自分の中で流行ってたのかもしれないです。全然理由は覚えてません。
個一個見ていくと、このこれがドラムブレイクのスネアを抜いた、スネアを抜いて重ねることによってドラムブレイクのグルーヴ感をそのまま活かしています。これがキック、キックはなんだ、 R ベース、 RC20 バイナル3っていうプリセットを使ってますね。まあ、ちょっとパラメーターは変えてますけど、あとライブについているドラムバス入れてます。スネアが2種類重ねていって、一つがこれ、これは UAD の UA176 というコンプをかけてます。もう一つのドラムはこれはユーティリティでモノラルにしてますね。ステレオで聞くとこうなんですけど、モノラルで使ってます。プラスドラムバス、モノラルにすることによって、まあなんだ、ヒップホップのドラムっぽくはなるかなって感じがしてます。となんとハイハット、ハイハットというかオープンハイハットも入れてます、ね、細かいこういうハイハットも入ってます。あとはシェイカー、さっきのデモでも使っていたこのボーカルチョップドラブ&ウォーってやつをそのまま、まあ、チョップの仕方をちょっとデモから変えているんですけど、これはそのまま引き続き使ってますね。サウンドトイズのパンマンとエコーボーイを入れて音を飛ばしています。あとこれもさっきと同じストリングスですね、使ってます。上ネタはこちらですね。デモバージョンをそのまんま、あのいつも弾き直してもらってるヒデさんっていう人に弾き直してもらったのをミディのデータでもらってます。ミディのデータをもらって自分で編集をして使ってますね。こっちがフックのところで、ここはバースのところなんですけど、この右手側のメロディーっぽいやつを削除して、まあ、ラップと当たらないような形でシンプルにしてこのデータは使ってます。使っている音源は Waves のエレクトリック88っていうのを使ってます。それに RC20 8ビット、なんかデジタルっぽい感じのノイズを乗せてますね。次はフックのところにコンタクトのセッションホーンズでちょっと厚みを出すようにしてます。
サビの後のブリッジのところは音色を変えて、DX7 VHS フルートという音源を使っています。アートリアの DX7V サビの前とかのドラムはちょっとこれベルとか足したりとかして、ベルとスナップ、スナッププラスこのフィルを足してサビの前のこういうのを展開を作っていってます。あとなんだろうね、あんまこういうのスウェルシンバルとか俺好きで毎回同じやつを使ったりとか、またこういうチャイム、これもあれだね、サウンドトイズのなんだっけ、クリスタライザーってやつで、めっちゃキラキラさせてます。一応ボーカルも入っていて、まあ、ミックスしてないんであんまり聞かせられないんですけど、リブロさんのラップはほぼ一本撮り、かぶせ、そんな、なんて言うんだろうな、合いの手みたいなとかは一つも入ってないです。一本撮りです。グロール全身でグロー、周波数の山が放つスカイランへ、ラン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 。あとブリッジに入っている扉の向こうどこに続く道、財産のコースから財産のコース。サンプリングのネタはリブロさんが、リブロさんの曲の中から選んでここに使ってくれました。こんな風に普段自分一人じゃなくていろんな人の、まあ、楽器入れてもらったりとか、まあ、ラップもそうですけど、あとはミックスだったりマスタリングとかいろんな人の手が加わって、完成 されています。まあ、自分一人でやってる人ももちろんねいると思うんですけど、最近僕はいろんな人の力を借りながら曲を作らせてもらってます。この曲はもう3月にリリースして、まあ、結構もう経ってるけど、まだ聴いてない人いたらぜひ聴いてみてください。また他にこの曲を解説してほしいとか、まあ、今回のこの動画見て質問とかあったらぜひコメントしてください。ではありがとうございました。